とで無事シンポジ終わりました。いやー、本当に本数の面では事故なく終われたんじゃないかなと思います。イヤリングが外れちゃったりとか、髪の毛が外れちゃったりとか、なんか MC でちょっとよくわかんないことになったりとかはしたんですけど、パフォーマンスの面ではね、私自身のパフォーマンスの面では全く心配問題ない。本当になんならいつもの公演よりもちゃんと踊れたんじゃないかってくらい。はい、うん、お疲れ様でした。本当にいや疲れたね。疲れましたよ。もう頑張ったね。本当に疲れた。ピョンズみんな見てたんじゃないかってぐらいコメント、そうね、ツイッター本当にたくさんいいねさせていただいたんですけど、見つけれたやつは、ウィバースでね、今日の朝来る人って聞いたらマジ誰もいなくて、そう、もしかしたら私が見落としちゃってるのとか、あとそのタイミング的に来るよって言ってくれたけど、その私が見たタイミングでは入ってくるよっていうコメントがもしかしたらなかったのだけなのかもしれないんだけど、あ、ピョンズ誰もいないんだなって思いながら今日はいました。まあ結果的にはいたんですよ。ピョンズはいてくれたんで、あ、よかったっていう気持ちだったんですけど、そうあれみたいな、私が見たそのツイッターとかでいいねをしたのも、あ、でも掛け声コールは大きかったです。すごく皆さんありがとうございます。そう、なんだっけ、今何の話してたっけ、ピョンズはいました。ちゃんといてくれたりしたし、コールもしてくださったし、皆さんたくさんありがとうっていう気持ちで、もちろんいっぱいだし、ピョンズ以外の方もハルピョンってコールしてくれたりとかしたし、温かい目で見守ってくれたりとかしてたし、あ、そう、ツイッターね、私がその見たタイミングと多分ね、あれじゃないタイミングで見た人たちのツイートはちょっとまだもしかしたら探しきれてないと思うんですけど、マジカナバナナちゃん、いちごチョコミントありがとう。てつやさんバニラありがとう。いや、まあ今日4公演したからね、実質みんなの前では1公演だけど、今日みんなの前に立つ前に3公演したから、一人で2公演して、でリハ、久保ちゃんが新あ、それは無料ギフト、どれが無料なの、カップに入ってるやつは無料ですか、わかりました、ありがとう。なんか白状違う、何、自白何ありがとうカップは無料のやつなんだね、了解。そう、一人で朝から2公演やって、
でみんなで1公演分丸々やって、で夜みんなの前でちゃんとやってっていう感じです。もちろんまあ全力で全部やってるわけじゃないですよ、本当に申し訳ないけど、あのいね、最初の方のその1公演目2公演目に関しては、ちょっと抑えてね、3公演目もちょっとまあその一応動線とかね、みんなの確認もあるからやるけど、まあ基本的に抑えめで4公演目に全力っていう感じなんですけど、はい、疲れました、ありがとう、お疲れ様、本当にみんなありがとう、疲れたですね。ただ本当に不安なのは明日です。あの今日今日埼玉ポジやって、明日またおりんちゃんのいつものポジションに戻るわけで、ね、本当にやばい。でもおりんちゃんと出たことで、そのこれまで自分の中であこうだったんだみたいなところとかがちょっとクリアになっちゃなった部分あったりとかしたから、あ自分今までなんて言うんだろう、まあ多分その振り固めの時からこう変わったんだと思うんだけど、それを共有、それがね、そう共有なかなかね人数が多いと共有できないから違うんだっていうのとかも分かったので、おりんちゃんと一緒に出て、そうとかおりんちゃんのポジションの移動の感じを知ってるから、あここはおりんちゃんを通さなきゃいけないところだみたいな気持ちとか、そうありましたね。ここはおりんちゃんを通すところだ。でそしたら人のこと通しすぎて自分がいけなくなるっていう、あの一瞬あれがあったんですけど、まあでもそんな事故ってはないんで大丈夫です。そう自分の移動が、そう人のことを通しすぎて自分の移動がちょっと間に合わないかもしれない、ギリギリあーセーフみたいな瞬間があったんですけど、そうそうそう、ちょっと優しさが出ちゃった、ありがとう。ジュリちゃんいちごアイスありがとうございます。今日はねちゃんひなと一緒にシンポジ初日を迎えさせていただいて、え本当にあやみんマジでごめん、いや私はね確認したのよちゃんとちゃんと確認したのよ、ふと後ろ向いて、あちゃんひないるなって、あ待ってちゃんひなにこれ初日の感想聞かないんだな誰も、おっとちゃんひないるな、よしうちがじゃあちゃんひなに質問しよう。まあ私もねシンポジですけれども、久保ちゃんあやみんなんだけどみたいな、本当にあやみんに助けられました、ありがとうマジであやみん、うん、いやでもあそこが一番みんな笑ってたよね、だからオッケー、本当にありがとうあやみん。そしてその後のね、なんか私は MC 必死に着替えてたから聞こえなかったんですけど、なんかツイッターとか見てるとみずみんとまさちゃんがちゃんとあのなんかフォローしてくれてたみたいで、後輩に助けられた公演になりました。あやみん、みずみん、まさちゃん本当にありがとうございます。当のねあのちゃんひな本人はあんまりよく分かってないっていうまあそれでいいんですよ、はい集中して着替えてるってことでそれでいいんですけど、まあまあまあありがとうみんな、本当にオンデマで見るわ。でもみんながめっちゃ褒めてくれたの今日、くるちゃんとかせりちゃんとかが、え本当にすごいねって。なんかもっともっとなんかいいのにって。なんか紛れすぎだよみたいなそうもっとなんかシンポジですみたいな顔していいのに紛れすぎだよって言われて、でもくるちゃんとせりちゃんなんていろんなさ公演でさシンポジやってる2人だからさ、いやいや2人のシンポジの数を見たら全然だよっていう話をしてて、そう
なんかこの今日の公演はマジで冷静に頑張ろう自分って思ってたんですよ。そういつもみたいにテンション上げてやったら、いやもちろんテンション自体は上がってるんですけど、こうなんかハイパワーみたいなレベルマックスみたいな気持ちで、もうなんかウェーイみたいな感じでやったら全部飛ぶから、今日は冷静にやろうって、そうすごい冷静にやろう冷静にやろうって思ってたんですね、もうオープニングから。でオープニング冷静に行けました。まあリハもね冷静にやって、全然マジでノーミス、ほぼノーミス。あの君の嘘の感想だけちょっとカウント違ったのまなかちゃんが教えてくれたんですけど、そうできなさすぎてまなかちゃんに笑われたそう全然なんか振りも意味わかんなくて、まあそれは置いといて、でこうやってたんですよ。でそしたら冷静に行こうって思ってたんだけど、あの何の曲だったかな、あれかな、テレテテ彼女性格が悪い女の子の時にイヤリングが落ちたので、あやばいと思って、もうそこで冷静さが1失われたの。えどこみたいな、えやばいセリに挟まるかもしんない、えどうしようみたいな、なくなった、やばいどうしよう、やばい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 っていう気持ちになって、とりあえず終わった次なんか恋愛サーカスでこっちの髪がどんどん外れてきてたの、やばい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 みたいな冷静さもっと欠けるじゃん、やばい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 ってなって、でなんかもう本当にあの恋愛サーカス通る動線間違えたし、まあ大きな事故にはね至らなかったんですけど、マナクルにちょっとマナクルの邪魔しちゃった、ちょっとだけ本当ごめんと思いながら、本当ごめんと思いながらこうやばいやばいやばいって髪の毛をね、やばい取れた髪の毛終わりだって思いながらやってて、でもう冷静さゼロって。でも集合写真でちゃんひなが呼んでくれて、そうなんか誰なんかね近くなんか仲いい人近くわーみたいになってた時にちゃんひながって呼んでくれて嬉しかったです。ありがとうちゃんひな。昨日もね二人で一緒にやったわけじゃないんだけど、あの二人とも別の曲をやってはイヤホンでねして別の曲をやってはいたんだけど、二人でレッスン上で頑張ったので、でもちょっと先輩らしくねお菓子あげちゃったりジュース買ったり、そう先輩らしくねそこはちょっと今日させていただいたんですけど、一応一応ね。でもまあそれぐらい本当になんか一緒に頑張った友みたいな感じ。そうで、まあ、頑張りました。でもう汗みたいな、でオネストマンやばいやばいやばいみたいな、もうとりあえずこうやってここにあるピンをとりあえずこうやって頑張ってこうやって刺しながらみたいなめっちゃだから髪の毛触ってると思う。オープニングで、あのオープニング終わってメイクさんにやばいっす取れました、あじゃあピン刺しときますねって、その自己紹介の時にお凛ちゃんにマイク持ってもらってこうピン刺して、ピンをねとりあえずなんとなくで綺麗に止めたのよ、まあ、私が今鏡を見ずにできる綺麗だと思う状態で止めたのね。でおりんちゃんからこうマイク受け取ってこうやってて、で終わって MC 着替えて、あのピン取れましたって言ったら、あじゃあとりあえずピン刺したくねって言われて、あ違うんですみたいな、もう完全に外れたんです、そうだからもう一回すいませんもう一回編み直してくださいみたいな感じでもう一回編み直していただいて無事なんかでもう一回撮れそうになったんだよね。でも持ちこたえたいやーまあシンポジ自体はねこうチーム B の時も覚えるっていうことをやってたからあれだったけど、でも8人より16人の方が正直シンポジ覚えやすいっていうか、そううん、なぁと思いました。逆にね、もはや逆にね、まあ多分おりんちゃんとおんさんのところが新芽が多いのかな、もしかしたら分かんないけど、でもせっかく覚えたからもう一回ぐらいは出たいですよね。うん
チェキありがとう、コメントがめっちゃ嬉しかった。え、ねえ、黒で書いちゃったから見えなくなってごめん。黒で書いちゃったからちょっと見えづらくなったけど、あの目凝らして読んでください、ありがとう。チェキって書くのマジでむずい。ちょっといろんな人のチェキ調べてみよう、あれでインスタとかで、うん、チェキむずい。いや何度でも出たいんですけどね、そりゃ何回でも出たいけど、やっぱまあ私のポジションもあるし、私のポジション2人なんですよ、そう私含めて。でももう埼玉2人がいるから、そう埼玉ポジは私が出なくても、そうたまたまね、あのいろんな経緯がありまして、私が今日ここのポジションをやるのは、あのまずまあまあそのポジションの子が2人とも出れない、もともとそのゆいりさんの公演で組まれてて、そのポジションの人が2人とも出れないってなったの。ってなったら、まあ普通だったらね、僕の太陽公演にするっていう手があるんですよ。だいたい人数が揃わないな、まあ、揃うだけじゃないですよ、もちろんそのいろんな公演のこう組み合わせとかもあるけれども、まあだいたいその16人揃わないなってなったら僕隊になるみたいな流れがあるの、だいたいね。そう、あの僕隊の日はじゃあ人数揃ってないってわけじゃないですよ、そうただ僕隊をやってるっていう日もあるんですけど、そうでそういう流れがだいたいあって、ただ今プラス1曲僕の太陽公演の僕の太陽やってるじゃないですか、だから普通に僕の太陽公演やってみ、じゃーん、君は今僕の負けないで僕の太陽、チャ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 ラー、ありがとうございました。それではプラス1曲のコーナーに行きたいと思います。じゃ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 、おかしいでしょ2回やるのおかしいでしょだから今週は僕の太陽公演ができないっていうことで、まあやってもおもろいと思うんだけどね、なんならなんなら絶対やってもおもろいと思うよ。でも多分今日は普通に、まあ、ゲストが来る日って、さとちゃんが来る日っていうのも決まってたから、まあ普通の日だったらおもろかったかもしんないけど、そう、さとちゃんが来る日っていうのも多分決まってたからだとは思うんですけど、そう、それでなんかよくわからんおもろいことになってそうで、私がシンポジオお願いしていただいて、任せていただいて頑張りましたっていう感じです。お疲れ、自分もう今日のためにもう足の踏み場はあるけど、お部屋の一区画マジ服山積み、そう着た服とかじゃなくてねあの洗濯し終わった後の服山積みみたいな感じなので、そう早く畳まなきゃもう着た服は全部洗濯機っていう感じだから大丈夫なんですけど、そう洗濯し終わった後の服が山積みなのと、そうです、清潔なやつ、ちゃんと清潔なやつ、いや本当に疲れたな。え、なんか私もお腹ちょっと空いてきちゃった、どうしよう。お弁当あるんですよ、でも一旦冷蔵庫に入れた、ブロッコリーミョーンってなるからこれこの間の公演見てた人しか分かんないよな、ごめん、でもブロッコリーミョーンは嫌だったの。ウニョンじゃない、ミョーン。
明日若いね、なんかみんな、なんか若、めっちゃ若い。平田、太田、なる、秋山、えりこ、まさい、せいなさん、せいちゃん、せりちゃん、かすみん、山崎、新井、千葉、久保、水島、綾音、橋本、春。若いな、なんか。携帯の充電あと 6%。 明日集合何時？あ、のんびり。でも明日午前中に配信するね。そう、本当は終わってから配信したいんだけどさ、明日終わってからレッスンあんのよ。そう、やばすぎ、やばすぎ、さすがに疲れるって。まあ、多分こんなに2時間もかかんないよ、大丈夫だと思う。まあでも分かんないから、とりあえず頑張るわ。ねえ、ここかゆい、なんか刺されたかな。今日の朝からここかゆくて、肩、そんぐらいかな。あと話すことあります？今日疲れ切ってる疲れ切ってる。疲れ切っています。でもまあ楽しいからいいんだけどさ、全然。何、なんかムーで喋ってる今今ムーで喋ってる。明日ゆりさんいない。でも16日ゆりさんと出れる。嬉しい、ハッピー、ハッピー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 。あ、そう、君の嘘ありがとう。そう、あのね、あのあれが言ってた、あれがあれなんですけど、君の嘘、私結構後ろの方っていうかなで踊ってるじゃん。でもセンターだったりとか、まあ君だけがあきめいていたは逆にね、センターだけど後ろで踊ったりとか
でもその彼女がトイレにいたその好きなんだっけ、性格が悪い女の子はね結構前の方で踊らせていただけたりとか、そういう感じで結構なんかいろんな自分が後ろのポジションのやつは結構前で踊れたり、前のポジションのやつは後ろで踊ったりとか、その本当に自分いろんな自分を今日は見せれたなって、いつも見せられない自分を見せれたなって思うので楽しかったです。はい、喉痛い、いや違うの、これは自分が悪いの、本当にエナジードリンクを飲んだから本当自分が悪い、自覚してる、うん、エナジードリンクの飲みすぎ、もう絶対飲まないって決めた、私はマッチとオロナミン C とリアルゴールドでいいんだなって思った、うん、カフェイン良くない、だってコーヒーも緑茶も飲まないからさ、緑茶ってカフェインな、わかんないけど、そういうな TK も飲まないからさ普段、そうだから普段カフェイン摂取しない女がさ急にカフェインめっちゃさ2日連続で鬼のようにカフェイン摂取したから、そりゃさ喉びっくりするよね急に、うん、ありがとう喉、あドボンやんなきゃいけないんだ、そうだよね、遊びをしたいんじゃない、自由にそう生きたいだけ、ダメだね、明日できるかな、明日が不安なんだけど、結構まあでもフリVをめっちゃ見ます、今日からチャ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 ララ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 、こっちね、チチチチチチチ、今日最前で見てたけどハルピョンさん可愛すぎました、どこの子だろう、エリーちゃんのうちは持ってた、ドラニーって私がやった子かな、なる、あなるちゃんここだ、センターブロックにいた、こっちから2列目、2番目覚えてる、めちゃ目合わせためちゃ目合わせてみた覚えてるわ、めちゃ目合わせてみた待って違う、合ってるよね、2番目だよね、なんかこの公演本当にそのシンポジできるまで慣れてない公演なのに、まだ全然慣れてない公演なのに、なんかやばい普通に、普通にやばい、あとうちの名前春菜だからごめんだけどうちの名前春菜だからあ、チョコミント AKB4805223 チョコミントアイスありがとう、急にぶっこんでくる急にぶっこんでくるうちね、いやごめんなんでもないとりあえずうちの名前春野だから
ごめんだけど。鉄道ナイツさん、バニラアイスありがとうございます。どうしよう、何時から配信始めたっけ。30分は経ってんのかな、もうここ最近の30分制約というか。40分から始めてる、ちょうど30分、すごっ、うちすごっ、もう配信にやられてるやん。もう毒されてはないけどね。ごめん。うん。毒されてはない。夏バテ解消した感じ。いや、もう夏バテじゃないです。普通に疲労です。ただの。はい。全然。余裕で疲労です。しかも今調べようと思ったこと、調べようと思って携帯触ったのに全然違うこと調べちゃった。まあでも今日12時までやってもいけるか。いや、普通に配信久しぶりに長くやろうかなっていう気持ちはちょっとある。うん、最近ずっと疲労って言ってる。あ、でも寝てはいます、大丈夫、安心して。普通に寝はしてる、余裕で余裕で睡眠時間だけはちゃんと取ってる。寝ないと生きていけないから、うち本当に。そう、自分でね、自分のこと忙しくしてんだよね、うちマジで。そうなの、普通にわざと自分で自分のこと忙しくしてんだよ。だからいいんだ、別に自分の責任みたいな。そう、今度ね、久しぶりに休みだって、一日久しぶりに休みだと思って、もうこの日は本当に何もしないでおこうって決めたの、私の中でね。もう絶対に何もしない日にしようって。そうで、スタッフさんに、スタッフさんと別のお仕事の話になって、もしかしたらこの日とこの日とこの日のどれかに入るかもしれないですって言われて、できるだけこの日とこの日のどっちかでお願いしますみたいな感じで言ったのね。この日はなんかねみたいな感じで、なんかちょっと連絡したら、あ、この日にじゃなくなりましたみたいな、この日では絶対なくなりましたって来て、よしって思ったら、こいつんじゃったのレッスンが入るんで休みじゃないんかーいもうそういつかね、どこかで披露するであろうこいつんじゃったのレッスンが入りまして、まあそりゃそうだよね、きっとね。新曲ってなったら劇場とかでも披露するんだろうなみたいな感じではあるので。しかも今なんて8人公演と16人公演やってんだから、どっちの振り入れもあるやん。もう頭パンクしそうだよね、普通に。やばすぎ。連番した人がまさちゃんのアップティー着てて、お見送りの時に、あ、おちりプリンですか、喜んでた、よかった。でも見送りの時にさ、まなかちゃんにあやねちゃんいないのになんでいるのって言われてたよねいや、めっちゃ今日触れるか迷ったんだけどさ、配信でな、言っとこうと思って言っとこうと思って言ってみた、ウケる
こいつんまだわかんない、どんな振り。僕は積んだいきなり積んだだこれでてて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 れてれててててれてて、みたいな、こんな感じでしょ。 TikTok で見たあれでしか覚えてないけどごめん、雑で雑でごめん。ピョンにお見送りで叫ばれて僕、え、叫んだっけ。うち最近カニと恐竜しかやってないと思うけど、君に向かってなんかやってるっけ。そう、なんか劇場のやつも全然錦糸町なんですね。私今回あの広よ広リハックマが生まれた場所リハックマが生まれた場所であれするお渡し会でからの劇場でお渡し会してっていう感じ。よろしく17日。ちょっと何も今ツイートとかできてなくてごめんって感じなんだけど、この間ちょうどリハックマ、今回も劇場行きたかった。え、なんで来れないのねえ、仲良くなったじゃん。あそこで劇場で3人仲良くなったじゃん。なんでね、あの日があったから3人は仲良くなったんじゃないの。なんで来てくれないのねえ教えて、なんでやばすぎ。17日だって発売日はみんな休むよね。お休む予定ですよ。違うの？そう思ってたんだけど。それまでに仕事クビになったら行きます。あ、それはやめて。大丈夫、安心して。うん、大丈夫、来なくていい。ありがとう。さすがにありがとう。ごめん。仕事はクビにならないで。せっかく引っ越したのに。発売日は有給え、誕生日直接お祝いしたいんで来てください。待ってます。ちょっとお茶汲んでくるついでにちょっとお弁当はチンしてきます。あとドボンの端末持ってくる。よし、待ってて。ね、どんぐらいだろう。3分以内には帰ってくる。
お待たせ。ちょっとゲームしながらご飯食べるっていうちょっと行儀悪いことをします。すいません。YouTube じゃない、なんだっけ、ドボンね。ドボンタイムしますってツイートしなきゃ。 AKB48 のドボン独り占め。え、この間ドボンやったよね、うち。なんかアップデートもう一回しなきゃいけないの？なんで？ハッシュタグドボンします。あ、間違えた、ハッシュタグ。もう一回、いただき、今日のお弁当を見て、なんかもうお子様ランチみたいな。オムライス、ハンバーグ、唐揚げ、マカロニサラダ、エビチリ。すごくない？いただきます。うまっ。ちょっと待って。ごめん。そんでドボンも放置してた。飲みかけの水持ってきた。ブロッコリーがニョーンってならなきゃ OK。 ブロッコリーなかった。ちょっとだけ食べて、残りは明日の朝食べます。冷やして。ゆりさんは2日後に食べるからブロッコリーがニョンってなったんだよ。私はちゃんと24時間以内に。2日後は絶対ダメだって。初めてゆいりさんにちょっと嫌かもって思った。大好きだけどね。愛してるんですよ、私ゆいりさんのことは。本当に
時だけはちょっとって思った。傘でさえ夏なんだから。でもブロッコリーがミョーンってしててよかった。逆にね、だってブロッコリーがミョーンってしてなかったらそれ食べてたわけでしょ。本当にブロッコリーに感謝だよ。うん、マジで。ブロッコリーに関し、ゆいりさんのファンの方、もちろん私のファンの方もだけど、みんなブロッコリーに感謝した方がいい。エビチリ辛すぎ。ブロッコリーよく食べます。だってミョーンってしてたら気をつけてね。シンコリお疲れんかしやばい、喋れてない。シンポジお疲れんこん、ありがとれんこん。待って、バーストギリセーフ。ギリじゃないか、うん、全然平気だった。来世は沼さんになりたい。沼さんにならなくても大好きだよ、君のこと。ごめん、オムライス食べながらで。でもわかる、なんかあんだけさ顔可愛くてさ、エクボ、私エクボある人好きなんですけど、愛されててさ、ダンスも歌も上手くてさ、本当に字も綺麗だし、後輩からこんなに慕われて。ゆりさんに聞いてみたい、自分で一番直したいところってどこですかって。ない、まああるんだろうけど、自分その人のその人の身になったらあるんだろうけど、うん。あれ、そのブロッコリーミョーンの話はなんで言ってたんだっけ。もったいないみたいな。あ、ブロッコリーいた。かぼちゃの下にブロッコリーいた。お題なんだっけ、その日の。あ、なし、なんかなしなことみたいなでしたっけ。あ、48グループ1のことか。でも
やっぱゆりさんには負けないよ、うちも。もったいないお化け。うん、お弁当完食だし。基本的にで、なんかさ、怪我してたんだよね、うち。見て、なんで、え、劇場に猫でもいた？なんか怪我してた。アンコールのあの腕に AKB 参上でね、腕につけるときに気づいた。え、怪我してんだがみたいな。いや、普通にあのアンコール中に気づいたんで、電車で引っかかれたとかではないです。もう衣装じゃない、きっと。衣装が引っかかっちゃったんだと思う。全然痛くないから大丈夫。大したことない。食べ過ぎかな。ブロッコリーだけ食べとこう。さすがに。怖いから。え、皆さん、ブロッコリーは葉っぱと茎どっちが好きですか？てか、このトマトソースは何のためのトマトソースなんだろう。分かんない。私は茎の方が好きなんですよ。下本家では森蔵とキッコロって呼んでる。え、キッコロだっけ、ピッコロ、なんだっけ。ちょっと忘れた。キッコロですよね。あの森蔵がもしゃもしゃしてるやつで、そう、あれ NHK 調べて、森蔵とキッコロって。わかんない人、あれって万博の時のキャラクターなの？知らなかった。そんな裏テーマがあったんだ。 NHK で出てくる、なんか変じゃない、なんていうの、面白いキャラクターだなって思ってた。うん、裏じゃないか、そっちが表なのか、もはや。むしろ私は知らなかっただけで、ごめん。裏じゃないよね。そっちがメインだよね。ピョンズと当たんなくなったからもうやめよう。この対戦で終わり。
え、待って15分やってる？や、全然やってなかったらどうしよう。24分、あと1分、よし。よし、よし、ぴったり15分終わり。ちょうどハートもね、綺麗に今なくなったところ。クッキー開けよう。ということで、バイバーイ。お弁当はまだあるけど明日食べます。冷蔵庫にチンして、冷蔵庫に入れて、ちょエビチリだけ食べとこう。なんかこういうね、ドロッとソース系ってちょっと怖いから。あとマカロニサラダ、マヨネーズも怖いって言ったら、もう全部怖いんだけどね、本当は。夏だからちゃんと匂い嗅いで確認してから食べます。ブロッコリー残しとけばよかったかな、逆に。ミョーンってしたら危ないっていう。逆にね、ちょっと待って、OK。
とりあえず明日は午前中に配信します。うん、あ、マスカラリムーバーしていい？ちょっとでも長く配信したいじゃん。だからマスカラリムーバーするね。なんか喋ろう。明日の髪型どうしよう、迷ってる。でもこれかこれかなっていうのはある。明日はジポジなので、なんか松葉行きたいけどさ、めっちゃ行きたいの気持ちは。7月結構忙しいから、まあ行ったら行ったかなって思うんだけど、これドライヤーやってから、ドライヤーでビューラー温めてからやってるのね、これ。そう、なんかそのワンアクションをするだけでこんなにずっと、もうずっと残ってるのよ今。そうだから、まあ普段のもうほんとすっぴんの時は全然ダメダメなまつげちゃんなんだけど、そう、なんかたった一工夫、ドライヤーでビューラー温めてあげるっていうだけでこんなに綺麗にずっと上がって、公演終わってからもずっとこんなに上がってるから、なんかやんなくてもいいのかなって思ったり。そう、でもまあ確かにすっぴんの時でもまつげ上げてたいっていう気持ちはすごいある、わかる。そうなのよ、だからちょっとむずいっすね今、難易度高め。難易度高めってちょっとよくわかんないけど、難易度高め。え、多分うち明日元気ない。あ、公演中は元気なんだけど、公演は多分疲れてる。だから多分みんなの前にいるときは元気だから、リハとか多分元気ない、先に言っとくね。松葉は1ヶ月ぐらいです。なんか疲れちゃうんだよね。本当に。でもちゃんと頭働かせないと今日のポジションに入っちゃうから、ちゃんと頭働かせて明日も冷静に頑張ります。え、明日来る人、え、ってかさ、なんかさ、ここ私さ、この間公演出たじゃん、7月5日だっけ、違う、今日が10だから8日か。なんかその前も出たじゃん、5だったか4だったか忘れたけど、なんか3回連続でさ見てる人いるんだけど、え、なんでなんみたいな、え、君当たりすぎちゃうみたいな人いるんだけど、え、何あれ、98抽券めっちゃ持ってるみたいなこと。めっちゃこの人見るみたいな、ピョンズじゃなくてね、他のファンの人。あ、今これはマスカラリムーバーをしているので、ちょっと目の下黒くなってます、すいません。なんかうちのピョンズ全然当たんないみたいな。なんかピョンズ全然いないのに、なんかめっちゃこの人見るんだけどみたいな人が何人かいる。一人二人とかじゃないのよ、何人もいるの。どういうことみたいな感じ今すごい。え、ピョンズ当ててよみたいな、本当に。そう、そう、え、この間もいなかったみたいな。なんか全然当たんないって言ってる人もいっぱいいるから。あ、最終入場、なるほどね。
いやでも絶対違うと思う。今日だって2列目とかにいたもん。2列目3列目とかにいた、うん、最終入場ではないと思います。そう、なんかうちのファン僕隊にしか入らん本当に。え、まあ、まあ闇ではないとは思うけど、さすがにちょっともしそれならやめてほしいではある。でもそんなわけはないと信じている私は。だからそんな急にやり始める、そんなこと。この19年目のあった歴史をそんな急に、そんなことは絶対にないと思うから、さすがに。でも本当このリンゴ公園入った人少なそう普通にうちのファン、うん、ピンポンやらないと当選しないの？どういうこと？それは違うでしょ。それはさすがに違うでしょ。さすがにやばすぎ。それだったらピンポンやってる人たちが入れてるってこと？そんなわけない。それは闇だよそれは関係ないと思う全然。それはまあさすがにちょっと皮肉すぎるかなうん、さすがにそれは。そろそろ劇場でピョンズを見たいっていううちの要望ね、うん、以上。よし、12時までにお風呂に入れそう。今配信バイバイしたら、ということで、ありがとうございました。また明日の午前中に、午前中昼とかに配信します。生誕まで投げるの控えてる。あー、そうなんですか。投げてないわけじゃないと思うよ多分。さすがに当たんなかったって言ってるからみんな。普通に投げてるけど外れてる人ってことでしょ。ま、運貯めとこ。オン。ということで、お、髪の毛いっぱい抜けた。それではランキングに行きたいと思います。1位鉄道のエイターとピョンズさん、2位マックミックさん、3位鉄屋ハルピョン大大大スキーさん、4位タケニーさん、5位トラックヤロアットゴリさん、6位イバジュンさん、7位0056さん、8位長月さん、9位ともゆきさん、10位としさん、11位ナンスのさん、12位マジカナバナナ、僕隊でいいので橋本アラナが見たい。もうやばいやん。
僕隊でいいってなっちゃってるやん僕隊でいいってなっちゃう。16日ね。でも16日もゆいりさん出るからちょっと倍率高いと思うけど13位、誰だ、川さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。めっちゃ久しぶりに来てみたら美人になってる。ごめんね、久しぶりに来てこの目の下びっくりするよね。今マスカラで間違えた、マスカラリムーバーでまつげ落としててさ、ごめん本当に、そりゃびっくりだよね、ごめんって。さすがに明日の午前中昼ぐらいに配信でお会いしましょう。明日はおりんちゃんポジ頑張ります。売れっ子ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7375盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けスチャータイム県出身春ぴょんこと橋本奈々でした。それではまた明日、ありがとう。またね、あのレッスンが負けば夜も配信できるんですけど、ちょっと多分無理そう。さすがに2時間もかかんないとは思うけど、そう、そっから終わって、だって公演終わってレッスンして帰宅して、いやさすがに多分無理だと思うんで、すいません、夜は無理です。寝てね、みんなも。私も疲れてるから寝ます絶対。ということでありがとうございました。それではまた明日、バイバーイ、ありがとう、またねー。